回答寿司サワラ。みんな知ってるなら、ゆきと。あ、切られた。どれから行く？白っぽいのから行きたいよね。あ、そうだね。これちょっとすごい脂乗ってる感じがする、ね、ミーバイ。あ、ミーバイ何？ミーバイの刺身。ミーバイって何？あ、ハタみたいな。畑の魚。何ミーバイって言わんかったね。まあそんなもん言ってもわからんだろうっていう。おいしい。おいしい、うん、おいしい、おいしい、おいしいね、うん、それもおいしい。キビナゴ、これかゆくなる、大丈夫。これもなんか締めたろ。大東島のマグロだって。だって大麻、うん、うん、言ったよ、大東島。ドルテン。わあ、まだほかほか。だけどさ、美味しいよね。うん、あ、ドルテン美味しそう。ドルテン美味しそう。高いよ。うん。いろいろ入ってる。なんかね、写真がね、載ってたからさ、ちょっと、うん、美味しい、うん、サバだって。おいしい。無理も出るとは思わんかった。おいしい。しまし。大東寿司。これがサワラで、こっちの濃いのがマグロ。いただきます。大東寿司サワラ。ねえ、これマグロ。サワラの方が好きかな。今俺の方が好きかな。ん？マグロが好き？青森買いました。いやいや、払ってるよ。ちゃんと管理するからね。どんな青森？ね、久米線。久米線の何？久米線古州ゴールド。へえ。おいしい。まろやかに。まろやか。おかしくなっといえば。まだ言ってませんよ。なぜか豚キムチ春巻き。まあ豚キムチなんだけど、春巻かれてる。春巻かれてる。うん、キムチうめえ。大東寿司美味しいよね。どっちが美味しかった？サワラ。私はサワラ。サワラの神にたたりなしってところ。私はマグロ。マグロでなんか言わないと、ダメー、ブブー。今はもうサワラひどい風も吹いてる。まあ、サワラかなっていう風は吹いてるけど、明日かな、沖縄は。うん、でもこの大東寿司が食べたくてこの店今回初めて来たんだけどね。予想通り美味しくてよかったね。うん、ね、空港でさ売ってるやつってさ、うん、マグロもあるの。
はっきり分からん。でも今までは鯖しか食べれたことがないよねと思うけど、鯖怪しいってこと、だって鯖とマグロだってさ、そんなん漬けられたら分からへんわな。今並べられてるからさ、濃い方がマグロ、薄い方がサワラって分かるけどさ、大将に怒られるよ。誰グルメレポーターいない人はなんていう言い草だ。バカ舌のグルメレポーターだ。どっちが美味しい？サワラ。あっしはサワラ。私はマグロだった。美味しいよね。美味しい。酢飯のさ、酢飯具合も好きだよね。美味しい海ぶどうが付け合わせ、プチプチ、いいお店ですね、うん、初めて来たけどよかった、ごちそうさまでした。